遅れてごめん。今日は準備からやるんだよねって黒板にびっしり字が。何これ。あ、志保ちゃん遅いよ。いらっしゃい志保、待ってたんだよ。みんな何やってるの。今日は先にワンマンのための作業をやるはずだったんじゃ。そのことなんだけど、ほなみがアイディアを出してくれたんだ。え？チラシ作りや物販用の CD 作りや告知、練習以外の作業を他の人たちにお願いする。うん、これまでは練習以外のことを手伝ってもらうのはさすがに悪いなって思ってたけど、でも今はそういうことを考えてる場合じゃないって思ったの。私たち今練習と準備の両方でいっぱいいっぱいになってるでしょ。初めてのワンマンだし、全部ちゃんとやりたいっていう気持ちはすごくわかるよ。私もそう思ってたから、なんとかみんなの分を代わりにできないかって考えてたんだ。でも現実的に考えて、私自身も練習しないと今回のライブをやりきるのは難しいし、一人で無理をするのも良くないって思う。そうだね。それで悩んでた時に桐谷さんに会って、ワンマンをする上で大切なことを教わったんだ。ワンマンをする上で大切なこと？うん、まず最高の演奏をしてお客さんに楽しんでもらうこと。私たちは私たちの演奏をたくさんの人の心に響かせたいって思って演奏してるでしょ。なら、ワンマンは今まで以上に全力でやらなきゃって思うんだ。そしてそのためには、できることを本当に全部やらなきゃって思った。だからさっきの提案をしたの。ほなみ。優先しなくちゃいけないのは何より練習、それから新曲作り。だからそれ以外は全部周りの人にお願いして力を借りていこう。私の友達とかクラスメイトとか、あとは家族にもお願いしてみようと思う。ほなちゃんの家族にも？うん、うちは自営業だし、お金回りのこととか交渉事とかいろいろ助けてくれると思うから。もちろんお願いする係は私がやるから心配しないで。みんなは練習と作曲に集中してくれれば大丈夫。でもそれじゃあほなみが大変なんじゃ。大丈夫、任せて。みんなにはお客さんたちを楽しませることだけ考えてほしいの。準備で疲れちゃったり時間に追われてたら練習も曲作りも焦っちゃうでしょ。ほなちゃん、だからみなさんお願いします。力を貸してください。このワンマンどうしても成功させたいんです。ふふ、もちろん、力になるよ。可愛い後輩の頼みなら、聞かないわけにはいかないしね。ありがとうございます。でも、その前に一つ聞いていい？さっき、ワンマンをする上で、大切なことを言うとき、まずって言ってたよね。他にも大切なことがあるの？それは、私たち自身がこのワンマンを目いっぱい楽しむことだよ。って言っても、これは友達の受け売りだけど。そっか。
そういうことなら、私たちも楽しんで準備していこう。うんうん。どんなお手伝いするか、めちゃ楽しみ。最高の演奏をするために、できることを全部、か。ほなちゃんがそう思って頑張ってくれるなら、私たちも応えなくっちゃね。うん。みんな思いっきり楽しんで、頑張ろう。それじゃあ、いちかちゃん、さきちゃん、今から練習と曲作りに集中してもらって大丈夫だよ。しほちゃん、スケジュールの組み直しだけ手伝ってもらっていいかな。わかった。え？レオニードのチラシを？うん、よければ作ってもらえないかなって思って。小羽ちゃん、経験者だって聞いたから。経験者っていうほどたくさん作ってはないけど、でも私でよければ力になるよ。ほんと？ありがとう。あ、それで早速だけど、コンセプトとしては私たちがどういうバンドか一目で伝わるようなデザインにしたいって思ってて。一目で難しそうだけどやりがいがありそうだね。あ、そうだ、この前イベントに行った時にすごくいいフライヤーがあったから何枚か写真も撮っておいたんだった。それを見ながら一緒にイメージを固めていくのはどうかな。そこが固まったらあとはこっちで作業するよ。ありがとう。僕にレオニードのサイトを作ってほしい？あ、はい。サイトからチケット予約できるようにしたくて、急なお願いで申し訳ないんですが、もしよければお願いできないでしょうか。昨日適任者がいないかとホナミに聞かれてな。こういうのならお前は得意だろ。そうだね。おそらくそこまで時間はかからないと思うけれど。本当ですか？でしたらぜひお願いしたいです。すみません、本当は私たち自身でやらなくてはいけないことなんですけど、初めてのワンマンでいっぱいいっぱいで。俺もバンドのことはよくわからんが、ワンマンライブをやるというのはきっと大変なのだろうな。はい、さきちゃんもみんなも本当に一生懸命で、自分たちで全部やりたいって気持ちで頑張っていたんですが、それじゃあ練習が追いつかなくなってしまって、来てくれたお客さんに最高のパフォーマンスをするためにも、できるだけみんなにはそのことだけを考えていてほしいんです。だからその勝手なお願いだとは思うんですが、そのよろしくお願いします。なるほどね。そういうことなら協力するよ。やはりいいものを作るためには人事を尽くさなくてはね。ありがとうございます。バンド紹介の文面はこれでいきましょう。ほなみたちらしくていいと思う。ありがとうございます。それじゃあアカウントを作って投稿しますね。イエーイ。チャンネルに続いてレオニードアカウント開設だね。ワンマンの宣伝の準備はこれでできたから、あ、そうだ、店長さんから来てた確認のメールを返して、それから練習に戻らないと。ほなみ、お疲れ。いつ頃練習に合流できそう？あと5分くらいしたらそっちに行けると思うよ。わかった。じゃあその間にもう一回会わせておく。みんな
かなりいい感じに弾けるようになったから、あとはホナミにかかってるよ。頑張るね。あー、しほちゃんってば、ホナちゃんにプレッシャーかけてる。大丈夫だよホナミ、しほはホナミ用に特別メニュー考えてるから。え、そうなの？ちょ、二人とも教室にいてって言ったでしょ。だってだって待ちきれなかったんだもん。新曲作りも練習も思いっきりやれてるけど、4人で合わせる時間がちょっと減っちゃったからね。けどホナミのおかげですごくいい感じになってるよ。ありがとう。どういたしまして。みんなすごくいい調子だね。ワンマンの準備が始まってすぐの頃とは全然空気が違うよ。ホナミの頑張りがみんなにもいい影響を与えたみたいだね。そうだね。もともとホナミはみんなを支えるために頑張る子だったけど、今はみんなを引っ張っててかっこいいな。それ本人に言ってあげなよ、きっと喜ぶから。確かにね。でもいい雰囲気だからまた後にしておくよ。すす、ミクもずいぶん先輩っぽくなったね。かっこいいよ。え、別に今のはそういうつもりじゃないから。あはは、照れてる照れてる。